こんにちは。デント2025戦です。今日、今日またバスコレ第29弾を昨日に続き買いましたので紹介します。今回はこちらです。このバスコレ第29弾の新庄版交通シノポンチョを今日はザウルスで、ザウルスでゲットしました。こんな感じです。 こんな感じで今日今日ゲットしましたまあこれでバスコレ第29弾の日野ポンチョはこれで6台6台6台ゲットしうんと今持ってる加藤の日野ポンチョを合わせて合計合計10台も10台増えましたねまた増やしたいっていう気持ちは強いですあと大阪シティバスと あの、滋賀県の五国バス、西武グループの五国バスも手に入れたいですね。で、じゃあ、一通り開封いたします。開封いたしました。まあ、今日これ、740円でゲットしたっていう。うーん、やっぱり新潮版交通。新潮版交通って言えば、 日野,日野の新型セレガも去年の9月に買いましたのでこれに続けて買いました新庁版交通っていえば地元の小田急バスが譲渡されているというのが現状ですねでは小田急バスのイすルキュービックのノンステップが5台全て譲渡されましたけど4台廃車廃車くらって今1台だけ活躍してっていう現状ですね やっぱり、いつれいるかの方が使い勝手がいいっていうのが、ね、オチです。うん、こんな感じです。新常磐交通も、やっぱり、元小田急バス、全国バスコレクションで、小田急バスの、エルカエルガとかも、製品化してほしいですね。やっぱり小田急バスのじょ、小田急バスの上、小田急バスの上都車あと 7E 型や、 エアロッサーのノンステップバスも、イスル・エルガのノンステップバスも譲渡されて、20年前に生田営業所、今の登戸営業所に配置されている、最初に配置されたノンステップバス9009号も新常版交通に今譲渡されていますので、やっぱり新常版交通と小田急バスの絡みは強いですね。こんな感じで今 かっこいいですねこんな感じで昨日川崎のポポンで仕事帰りにゲットして今日近場のザウルスでゲットしたっていうのがでこんな感じ今日は740円でまあ川崎のポポンで1500何本でしたがこれよりも安く手に入れることができたのがしかも 900円だったのが値下げしてくれたっていうのが嬉しい限りですじゃあ昨日買ったバスコレクション最近買ったバスコレクション第29弾メインに並べます以上これがこれらが現在所有し現最近発売して現在所有してる現在昨日現在所有してバスコレ第29弾です 奥から行くと、宮崎交通、ビキ、宮崎県の宮崎交通、広島県の、広島県のビキタ交通、神奈川県と東京都の京急バスそ、そして地元を、東京都神奈川県、そして地元を走る東急バス、埼玉県を走る朝日、東武グループの朝日自動車、そして今日ゲットし、今日、今日ゲットした、 日ポンチョ合わせてこれらこれらの車を今日ゲット今日今日これらが今日ゲットしたっていうこちら昨日金曜昨日ゲットして今日入ってきてこれで6台6台加わりましたこんな感じです以上 以上、こちら,も木,曜日から木曜日に買った木曜日にゲットした沖縄バスセットと東武バス日光のセットででこちらが昨日と今日昨日5台今日1台合計6台の日野ポンチョバスコレ第29弾が今日搬入されましたこんな感じで持っています まあ今回はこれらのバスこれを今日ゲットしたっていう開封動画ですまあ新常磐交通といえばちょっといいこと考えましたのでまたさらに並びます最後は新常磐交通といえば常磐岩城岩城といえば常磐線バイエツ先生はちょっと思っていませんが 線と E501 は持っていませんがまあいわきって言えば常磐線新常磐交通と常磐線を今回まあ勝田車両センター所属の車両のみ持ってるっていう感じですこんな感じです明日の明日の配信動画予定は新形成8万型の N ゲー改造改造改造 n h ジ改造を一気に進めますので、これ、この配信動画を出す予定ですので、どうぞお楽しみください。あさっての配信動画は、松戸に来る車両のをテーマに、テーマ、テーマですので、ぜひとも、ぜひともご覧ください。ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価、 ぜひともよろししくお願いします今日はこの新長版交通の日野ポンチョをさらにゲットしたっていう動画でしたそれでは明日と明後日の動画で明日と明後日もお楽しみくださいそれでは次回